いや、フロムナウのあのお二人も浜松さんもあれですよ、頑張ってほしいですよね。なるに、まあ音楽以外の世界でもね。まあそれもジェフ・ベックで思い出した。ジェフ・ベックさんで、ジェフ・ベックさんもキャリアもう70歳ぐらいで相当長いですね。まあ僕もなんかインストアルバム、僕もめちゃくちゃ好きだ。しかしジャズには惹かれますけどね。なんか気が晴れるようなことがね、なんかしたいですね。では今日の報告を終わります。